りは自分たちのバスケットが全然できてなくて、相手のディフェンスに困ったりとか、オフェンスでシュートを決めきれなかった後にディフェンスのリバウンドとか相手にチャンスを与えてしまったことが多くて、うまく点を離すことができてなかったんですけど、後半になっていくにつれて自分たちのバスケットができ始めて、リバウンドとかディフェンスも粘れるようになったので、そこは良かったかなって思います。レベルがすごい高いと思うので、まずはディフェンスとリバウンドで粘って、球際負けない、気持ちで負けないっていうことを意識しながら全員で戦ってやっていきたいと思います。まずは1戦目勝って、1つでも多く勝って上に行くことです。新チームは平均的に身長が高くて、中のプレーを生かしつつ外からも攻めることができるので、オールラウンドに攻めることができます。去年はウィンターカップで千葉経済に勝てるところだったのに負けてしまったので、自分たちは粘るバスケットをウィンターカップで見せてベスト4を目指して頑張ります。練習は形だけの練習になってしまっていて、試合で活かせることができてないので、もっと球際、リバウンドとかルーズボールのところを練習から意識してやっていきたいと思います。